やっぱこう、あれだよな。年寄りが勝ったっていうのが良かったんじゃない <laughs> 若い人からすると、若い人は勝、若い人からしても若い人が勝つっていうのは夢がないもんね。別に悪い,悪いことじゃないんだけどさ。帰 <laughs> る。ていうか、そう、だけど今、ここ、 数ヶ月の強さは、スト5や、少なくともスト5をやってきた中で一番勝率が高いね。うん。かなりやってても、こんなに勝てる、こんなに勝率高いことってないよなっていう。ま、いろんな、 ことがね、重なって勝ててるんだろうけど、ガイル、前作弱かった、前作っていうか前のバージョン結構苦しかったから、そこ耐えて、やってたのが生きたとか、ヒットボックスが馴染んできたとか、最近のトレモが生きてるとか、ま、いろいろあると思うけどね。なんか色々、いろいろは噛み合って、勝率が高い。から、大会で、今回勝ったのも、ああ、これぐらい勝率高いと、 まあ、運もあるけどね。勝率高いと、やっぱ、勝、なんか、勝ったりするんだな、って勝ったりするんだなって言うんだけど、うん <laughs> うん。なんか、昔、ゲームエストイとか出た時って、一先でも負けねえってぐらいの勝率た、勝率だったけど、最近の勝率はでも、二先ぐらいだったらワンチャンじゃねえのって思,思っちゃったもんな。 一先は無理だろうけど、二先ぐらいやったらワンチャンあんじゃねみたいな。あ、確かにね。だいぶソニックとかあったもんな。だいぶ無くなって。だいぶあ、ラウンジ来てた人が上に行ったのはなんか良かったよね。それは良かったなと思うわ。うん。うん。でもなんか、やっぱ格闘ゲームの良さだよね。 この年になってさ、明らかに強くなったなって感じれるって、やっぱり、いい、いいゲームだよ。いいジャンルだよ <laughs>。やっぱり、諦めなきゃなんとかなるもんなんだな。年齢のせいにして諦めるのなんて、ね、面白くないもんね。 ってことはやっぱり世の中で言われてることっつうのは結構、あれだよな。なんか、なん大した根拠もねえのに言ってんだろうな、うん。ただやっぱり、その最近練習でカバーしてるっていうか、カバーどころかむしろの伸びてきたと思うけど、 うん、やっぱ年齢によって、放っておくと衰える部分はあったんだなって思うね。やっぱりそういう動体視力とか、そういうのは落ちてたんだなって感じる。最近それをトレーニング、トレーニングモードでやって、あの、戻してるのか、前以上なのかわかんないけど。大丈夫で、あと5分だけ、あと40分で終わる。うん。だからまあ、放っておくと衰えていっちゃうけどね。 練習すれば戻,戻せるどころか伸びていくんだなっていう。そうそう、差し返し。なんか、あのー、パンクとかがさ、やっぱ誰が見ても動体視力がいいって。パンクだけじゃなくて、まあ、プロブレム X とかさ、若い海外のプレイヤーとかが明らかに動体視力いいよなっていう。 の見てそれに対して自分は何ができるんだろうって考えた時に経験でカバーしようかなって思ったんだけどその思考って親父だなって思って、うん、すげえやつ見た時にいやでも俺は年だから経験でカバーしようって相当親父の発想だなと思ってそうだそうじゃねえって 俺がこれにならなきゃダメなんだと思って。そこから練習始めたんだよね。経験でカバーするとか、出せ、出せえ思考してるのがもう終わってんなと思って。そう、それが1年ぐらい前なんだよな。そうそう、思い直して、いやいや、これは違う違う、俺がこれにならなきゃダメだと思って。そこから練習し始めたって。 ただやっぱり、無理なのかなって最初は思ったんだけど、やっぱ伸びるもんだよな。うん、伸びていくもんだよ、人間。諦めなければ。オ <laughs> のは意味ねえと思ったらしいけどな。<laughs> まあ、まあでも他人から見りゃそうだよね。俺も別にそんな根拠があってやってたわけじゃないから。ただ、ここで、まああの人たち反応いいから、 反応じゃ叶わないよなーって言って、諦めたらもうプレイスタイルがどん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 狭まっていくもんね。うん。おじさんだからじゃあ、対空簡単なキャラにしようとかさ。おじさんだから、ね、みたいな。それ超嫌だなと思ってこ。できるかどうかわかんないけど、 練習してできるようになったら、まだまだ格闘ゲーム楽しめそうだなっていう。できなかったら、あ、やっぱ、年齢で <laughs> 失うものってあるんだなぁつって、しぶしぶ経験でカバーするってことをしたと思うけど、うん、で、勝てなくなったらおしまいっていう。諦めって感じ。 良かったでも伸ばせる部分で良かったわ。それが。台足、あ、台足はね、あのー、狙う気そんななかったんだけど、台足を狙う気っていうのは全然なかったんだけど、こだわる、こだわりとかじゃなくて、<laughs> ただその練習をしてたから、 なんか勝手に押しちゃう感じ台足を。あ、来たみたいな感じで。手癖で。なんか飛んだ時に対空で勝利出しちゃうみたいな感じだね。であ,あで、出ちゃったみたいな。台足出ちゃったみたいなのばっかりだった。でも、あの、あれよ。えっと、簡単だ、簡単なやつばっかだったけどね。例えば、えっと、ポイズンの、 ボイズに対する差し返しは簡単だから、大キックとか大パンはめちゃくちゃ簡単だから。5号機には難しいけど、あの、展開でなんとなく振るポイントが分かるから、あのい、見た目ほど難しくない。この辺で何かしら中攻撃くんじゃねみたいな。うん、そう。だからまあそういうふうに、 意識しないでも台足が出るぐらいになれば、武器になるよね。モケが真似してみた <laughs> いや、その最初はできないだろうよ。う俺だって最初はできなかったもん。最初はできないよ。最初はできないんだけど、気がつくとできるようになってんだよな、人間って。11フレで反応してた。マジでそれはやばいな。 11?11 <laughs> 11なの ?11 やべえな。11はなんか、お手つきな気がするけどな。<laughs> 何を、何を蹴ってたのそれ。11って。え ?11 から12で、何回か、何回かやってたの ?11 と 12? 11、12は、平常時では無理だな、絶対。大きい膝、膝と中、あ、そうなんだ。それはつ、平常時では多分そんな、その反応はできないな。14ぐらいが限界だと思う。多分大会中で集中してたんだろうね。普段のトレモだと14がいいとこだね。